はい、こちらです。あげろです。デビキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。今回は、ハロプロと妄想エピソードまあ、これは、今から、ラーメンさんとピオノさんに、タロメンと場所のフリップをボンボンって急に出してもらいます。でそのお題が出された瞬間にハロメンとの嘘のエピソードを作り上げてください、はい、で即興でお話ししてくださいっていう話です。嘘じゃなくてもいい、絶対に嘘だけど妄想だからね。じゃもしかしたら本当かもしれない。そうそうそう、嘘かどうか分かんないよ。その含みを戻したわけです。妄想ね。とりあえず、まあ、場所とハロメンだけポンって出されるんで、そのお題に沿って妄想のエピソードを急に作ってくださいという話でございます、はい、いきます。それでは It's Tasting Time。さて、雄大から、はい、早速行ってもらいましょう。行きましょうか。お題の方、どうぞ。生田絵梨奈さん、映画館。ああ、はいはいはい、なるほどね。それでは、妄想エピソード、スタート。最近コロナで、結構なんか自粛とかあったじゃないですか。で、結構映画とかもなんか自粛したりとか、映画館もなんか行けなくなったりとか、結構映画自体もその公開が延期になってるって結構してたじゃないですか。はいはい、で、最近なんだけど、この前ちょうどだから久しぶりに映画館に行こうと思って映画見で映画館行ったんですよ。で、今ってさ、そのだから密になるからちょっと席をさ開けてるじゃん。で結構人もあんま少ないのよ、来る人も。だからやっぱり、うん、でまあ一人でまあ行ったんだけど、で映画館行ったら一個隣、一個隣の席にさ、まあ席ついてパッて横見たら、あれと思って、なんか見たことあんないけど、ちょっと暗いからさ、まあ、分かんないけど、そうだね、で暗くて分かんないから、まあちょっと誰か見たことあんなと思ったけど、まあ一旦とりあえず映画見ようと思って、うん、映画見てる、うん、で終わってパーって、じゃあ帰ろうって言って、明るくなって、見たの。生田さん。すごい。これはすごい。ええと思って。やばい。びっくりしてて。映画見、映画をね、めちゃくちゃ良かったんだけど、うん、そんなどうでもいい。それはもうそうなるよな。そうで、生田さんにも全部持ってかれちゃったから、生田さん、どうしよう。なんか、その、握手してもらおうとか、思うけど、なんか、今さ、ちょっと、この時期だからね。なんか、あんま良くないし、なんかその、うん、プライベートでさ、映画見に行ってるんで、それなのになんか行ってたんですかっていうのをちょっとなんか申し訳ないっちゃ申し訳ないじゃんか。本当にプライベートで来たんで、ね、したら、どうしようかなと思って、ちょっと同じコンビニまで行って、行ったんだ、そう。ついでちゃったんだ。で、同じもの買って、ああ、いいね。ちょっとだけその生田さん気分なるほど、ね、って。で、まあ最後家帰って、生田さんの、最後家帰って、その、っていうね、これオチがやばい、カンカンカン、まあ、最後あれね、生田さんの、うん、そのもう終了残念、カン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 、強制終了。いやー惜しかったな、最後ね、これオチ難しいな終わりよければ全てをしていいけどね、そう、終わりがダメだからなこっちまでよかったんだけどな。そう、妄想楽しい、楽しいよ、楽しい、だっているんだよ、よく確かにね。いや、しかもリアルいるだったね、今のは、うん、ガチガチの妄想だった空想っぽくない、うん、現実にありそうな妄想だった、ありそうだった、ね、じゃあ後でその映画館教えて、オッケーじゃあ次、アキノブ、はい、よろしくお願いします。はい、それではお題の方お願いします。朝倉キキキャンプ場、キャンプ場、用意スタート。ですね、僕去年キャンプに行ったんですよ。友達と何人かで車でキャンプ行ったんですよ、うん、静岡の方に行ったんですけど、うん、車で、うん、そしたら結構親子連れの人が多くて、うん、それで、まあ、こっちでその身内で、まあ、川とかねバーベキューとかで普通に遊んでたんですけど、うん、すっげえ可愛い子いるなと思って、うん、すっげえべっちょべちょになって川で、うん、いやでもあーっつって、うん、着替えよう着替えようみたいな感じで男同士喋ってたら、なんかすっすっげー綺麗な人が普通に白の T シャツでデニムのなんか短パンみたいなショートパンツみたいなの履いてて、あ、でもなんか見たことあるんだなと思ったら、基礎で、あ、基礎だ、入学の基礎、そう、それ基礎で、これ基礎だなと思って、基礎かと思って、ここ危機であれって思いましたっていう話です。いい話、なるほどね、危機じゃなかったんだ、危機じゃなかった、あんまりいなそうだもんね、キャンプ場にはね。そう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 。新井さんもいなさそうだし、むしろキキちゃんの方がいそうなのよ。どうでしょうか。そういうね、話だったんだ。面白い。キャンプ行ったんだな。キャンプは行ったよ。それはガチだ。そう、俺も行ったキャンプ。そう、家内もいた。で、俺はいないと。仕方ないんでね、それは。じゃあ次は、お願いします。じゃあ行きましょうか。
せーの。伊勢レイラ、野球場。あ、佐渡。僕、この前ドラフトで呼ばれたじゃないですか。ああ。で、いろいろと、阪神にドラフト4位で入団したんですけども、そのキャンプがあったんですよ、阪神の。で、これどうしようかなと思って、きついの嫌だから練習。確かに。どうにか、なんとか楽したいなと思って。で、いろいろと僕ピッチャーなんで、ランニングコースを走ってたんですよ。これあれだな。ランニングコース走ってて、したらあれ、昼ご飯忘れたって、ランニング中に。どうしようかなって。昼飯ないとこのキャンプやっていけないしなって、阪神のキャンプ結構きついんですよ。で、これどうしようかなと思ってたら、僕の妹の伊勢レイラが、兄ちゃんみたいな、うん。おにぎり忘れてるよみたいな。うん、で、おレイラは、俺のおにぎり持ってきてくれたのかよって、うん。で、どっちもね、二人とも、神奈川に住んでるから、うん、わざわざこんなところに届けてくれたんだと思って、うん、でお兄ちゃんも、おにぎりないと阪神のレギュラーになれないよって、うん、お前のために頑張るよって、肩を一発目ポンって触って、伊勢レイラにおにぎりをもらって、そっから阪神のレギュラーになりましたっていう話です。カン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 。いや、ちょっと待って。全部嘘。よかった。俺はなかった。多分横浜高校だよね、そのピッチャーね。ピッチャーでもないし。ピッチャーでもないし、プロでもないし、絶対ランニングしないし。一人っ子だし。あれすごいなぁ。妄想ってこういうことですよ。いいなぁ、それ。すげぇ。もうさあ、2周目行きましょうか。それでは、2周目の雄大。お題、お願いします。ダンバラルル、ライブ会場。あー。用意。スタート。僕ね、横浜に今住んでるんですけど、はいはいはい、昔は、ちっちゃい頃は、広島にいたんですよ。へぇー。で、家の、まあ、2個隣だったか、まあ3つとか、そんぐらい隣に、結構デカめの家があって、おでそこの家が、ダンバラ家だったんですよ。わぁ、すごい。それはすごい。だから、俺結構ちっちゃい頃から、ルールと結構遊んでて。マジで？そう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 。だから公園とかで、まあ普通鬼ごっことかキャッチボールとかもしてたし、うん、まあそれこそ、小学生とかになっても、そのなんか音楽クラブじゃないけど、あるじゃないですか、なんか。そういうのとかで一緒になんか歌ったりとか、演奏してたりとかもしてたの、結構、うん。で、まあ俺はその後、横浜に来て、うん、で、ルールは向こうでやってて、うん、で、今、その夏のなんか。で、そのやっぱちっちゃい頃からルールを結構歌うのは普通にうまかった。あ、そうなんだ、そうそうそう、昔から。うん。まあ、その同じ学園とかの中でも、やっぱ一個抜けてた。あ、そうなんだな。で、それずっとやっぱりそのなんか歌手になりたいっていうか、その歌っていきたいなみたいに言ってたのは知ってたから、うん、横浜来てから、あんま連絡取ってなかったんだけど、うん、その、どうなってんのかなみたいな感じになって、で、この前さ、ライブ会場行って、そしたらさ、ルール出てきたわけじゃんか。あ、知らなかったの？俺知らなくて。ああ、なるほど。どうなってんだろうなって思ってたけど、まあ、連絡取ってないから、うんまあ、元気にしてるかなぐらいだったんだけど、そしたら急にさ、ダンバルルさんですってポンって出てくるから、ええー、と思って。それはびっくり。と思って。で、さすがに、ダンバラって名字結構珍しいじゃん。うん、珍しい。でしょ？だから、ダンバラルル、いや、さすがにあのルルか、うんまあ。で、まあ、歌もさ、ちっちゃい時から上手かったけど、まあ、そりゃ上手かったけど、でも、今の方がやっぱり何十倍も上手いだって。えぐいよ。だからもうほんとちょっと自然にも涙ポロッと出る。うっそ、この懐かしい気持ちと嬉しい気持ちと、いろんな気持ちを込めるって言ったら、ポロポロって入って、もうほんとその日は全く眠れなくて。なるほど。いや、ルールと幼馴染なのは全く知らんかった。すごいな。そう、実はね、そうなんですよ。だから公園とかで結構キャッチボールとかして、結構ルールのね、スライダーが切れるんですよね。結構最近までいて、いつまでいたのいや、なんか、ちっちゃい頃から変化球好きで。なるほどね。確かにな。結構切れてた感じですね。なるほど。じゃあ、デビガンのお題どうぞ。江口さんと遊園地。スタート。この前ね、俺彼女いるんだけど、うん、彼女と遊園地行ったんだ、うん。その時に、俺どうしても遊園地だけは行きたくないってずっと言ってたの。なんでかって言ったら、俺苦手なものが多すぎて、ジェットコースターとか、お化け屋敷とか、高いのもダメだし、揺れんのもダメだし、怖いのもダメだし、だから遊園地向いてないのよ。うん、絶対に嫌だって言ってたんだけど、もう彼女そう言うから、うんって嫌だけど、まあ行ったんだよ。で、まあメリーゴーランドとかで楽しんでたんだ。でも、やっぱり彼女が、お化け屋敷だけ絶対に行きたい。うん、で俺マジで嫌だって言って、でも、あんまり弱々しい姿見せても、うん、なんか嫌じゃん。確かに。だから男らしい姿見せたいと思って。で、お化け屋敷に入っていくわけ。結構有名なとこよ。
病院の廃墟借りてますみたいな。はいはいはい、あれですね。入った瞬間から、もう緑色の光みたいなのが、ほんと、ちっとあって。不気味な感じか。2階に上がっていくわけ。で、2階には、手術室と、あと、なんていうの、人が死んじゃった時に置いていくとこ。うん、そこでね、そこでなんか結構明るい声聞こえて、なになにと思ったら、てってれてってってーってってーって、ゆはねがいてる。山崎さん何してんすかって、うん。いや、なんかどこでもドアを使ったら、こんなとこに来ちゃった。これな、ここ何なのみたいな。で、お化け屋敷っす。結構有名なお化け屋敷っすって話をしてて、ゆはねが、ついていきたいみたいな。で、彼女が、じゃあゆはねと一緒に行けばみたいな。いや、ちょっと待って、俺どうすればいいの、ゆはねとも行きたいし、彼女とも行きたいしみたいな。どうすればいいのって、ゆはねは、いや、一緒に行こうよみたいな。ゆきやさん一緒に行こうみたいな。彼女も、いや、私と行かないならもうここでお別れよみたいな。どうしようかなって。俺もこんなことないよ、もう今まで、うん、2人の手をね、ガッて掴んで、うん、お前ら俺と一緒に来いよって前に進んでいくんだよ、うん、そしたら彼女は、やだ、ゆはねがいるならやだって言ってたんだけど、うん、ちょっとこの先浮かばないな。お前待って、まだ恵比寿出てこねえんだよ。どうしよう。もうないわとか。で、江口さんがいたんですよね。いいですよな。ってことでね、今回妄想エピソードやってきましたけども、あー、ちょっとやっぱあのフリーって難しいんだね。1分間みたいな、この前の平台の道みたいに1分間で制限があれば、まあ、なんとか無理やりでも落としに行けたけど、フリーってなると難しいなっていうと、逆にむずいんだね。しかもあと忘れてほしくないのは、これ全部嘘なんで、本当にあったことを話したわけじゃないから、別に話せないですよ。そう。しかも、マジで病だからね。途中からもう何言ってるか忘れてるし、最初の方とか。江口さんどこで出そうか。江口さんがいたんですよ、だからね。これは絶対に第2回やります。やります。もっと妄想力を磨いて、いろいろな妄想企画をどんどんやって、この妄想エピソードをもっと上手くなりたい。全然足りなかったね。足りない。妄想が。いい妄想エピソードを皆さんにお届けできるように変わっていきたいと思います。うん、今回あります。それでは、バイチュン。